堂とつながるカフェ。いらっしゃいませ。皆さん、北海道とつながるカフェへようこそ。本日皆さんと北海道をつなげるナビゲートをするのは、北海道のラジオ局 FM ノース西部の DJ 勝則と申します。どうぞよろしくお願いします。僕は平日朝6時からですね、午前9時まで北海道の朝の番組、カッツインザモーニングという番組担当しておりまして、平日朝のね、交通情報、お天気、さまざまなニュースなど、お伝えしている DJ なんですけれども、そんな僕も北海道の白糠町という町出身です。まあ、ラジオ DJ になる前はですね、旅行会社で添乗員として働いていたこともありましてですね、道外のお客様を、北海道観光案内のこう手伝いをね、していた時期もありました。今日は皆さんをナビゲートしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、それでは北海道とつながるカフェについて、まずご紹介していきましょう。まずですね、北海道とつながるカフェなんですが、自分らしく働き、休日を楽しむ、そんな北海道暮らしの魅力について、道内各地で活躍する移住の先輩や北海道にゆかりのある方々をお招きして、観光では知ることのできない北海道ライフやその魅力について伺います。さて、昨年から毎月1回ですね、全7回の、開催予定で進めてきたこのイベントなんですが、本日はとうとうその7回目です。はい、今年度ラストの回なんですね。で、コロナ禍でオンライン配信からスタートしたこの北海道とつながるカフェなんですが、まあ、一時期は東京でね、対面と配信同時でこう開催して行うこともできたんですけれども、まあ、今年に入ってからちょっと全国的にね、感染者数も増えたため、オンラインのみの、開催ということになっております。まあ、それでもこのように本当に北海道に興味を持ってくださり、参加してくれている皆さん、本当にありがとうございます。さあ、今回も、皆さんには楽しみながら北海道とつながっていただきたいと思っています。またイベントの中ではですね、本日の特別企画、Facebook を使ったフォトコンテストや、あとは北海道への移住相談窓口、どさんこ交流テラスの相談員さんをお招きするコーナーもありますので、楽しみにしていてください。そして事前にメールでもお伝えさせていただきましたが、このイベントはカフェということで、ぜひお手元にドリンクをご用意の上ご参加ください。ありがとうございます。皆さんお持ちですか？僕も、あ、皆さん持っていただいてますね。中身が何か気になりますね。お酒の方とかいないですか？ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひね、僕もちょっとカフェということでエプロンつけておりますけれども、カフェスタイルでお届けしていきたいと思います。で、ラストとなる今回も北海道のことをもっとたくさん知っていただきまして、北海道のことを好きになってもらって、終わる頃にはね、北海道とつながったなと思っていただけるように、進行していこうかなと思っております。さあ、では早速皆さんに北海道のことを知っていただきたいと思うんですが、その前にいくつか連絡事項があります。先ほどもご説明させていただきましたが、 Zoom についてです。画面の下の部分ご覧いただいてもいいですか？ビデオは皆さんオンにしてもらっていますでしょうか？ありがとうございます。はい、皆さんとつながっていきたいので、可能であればオンにね。ありがとうございます。で、素敵な商品が当たるクイズコーナーも、ありますのでね、楽しみにしていてください。で、お名前についてなんですが、ニックネームもしくはご本名で設定してください。またその後ろに抽選番号を記入いただけると、スタッフが抽選券を抽選ボックスに入れますので、ご協力お願いします。で、音声は通常時はミュートに設定をお願いします。後で質問などしますので、その時はちょっとこうミュートを外してね、お話しいただければなと思います。あと、反応というボタンもありますので、皆さんリアクションって書いてるところですね、こちらの反応ボタンを押していただくと、グッドとかなんかこう出るんですよ。わかります？あ、グッドグッド、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ではですね、ここでメニューご紹介していきましょう。本日の北海道とつながるカフェのメニューをご紹介します。本日は全7回を締めくくる特別編、エリアは大きく北海道です。はい、テーマはこれまでの総まとめとなっております。まずはゲストコーナー。これまでこのイベントに登場いただいたゲストの方や先輩移住者さんを再びお呼びしまして、北海道各地の魅力を広くご紹介していくとともにですね、移住の良さやあるあるなどたっぷりお聞きしていきます。さらにゲストコーナーの終盤では、皆さんから事前に募集したご質問にも答えていきますよ。でその後に第7回の特別企画、 Facebook を使ったつながるカフェ冬のフォトコンテストを開催します。はい、でこのフォトコンテストなんですけれども、僕も非常にカメラにはまっておりましてですね、ちょっと画面が固まってますでしょうかね。大丈夫でしょうね。はい、カメラにはまってるんですもう一回言いましたけど、はい。でまあ本当にどこにいても北海道っていうのはね、絵になる北海道、まあ、冬のフォトコンテストも楽しみだなということで、今日も僕自分でカメラを、持参して持ってまいりました。結構大きいでしょね。はい、普段はこんなカメラを使って僕も撮っております。はい、ぜひ皆さんね、フォトコンテストにも、参加していただきたいんですけれども、画面を見ながら一緒に参加する形式なので、パソコンからの参加をお勧めいたします。参加方法詳細についてはコーナーの中で詳しくご説明しますので、楽しみにしていてください。そして最後になりますけれども、東京の有楽町にある、移住に関する相談窓口、どさんこ交流テラスの相談員杉原さんにご登場いただきます。で移住に関するステップや大切なポイントなど、とってもためになるお話をしていただきます。なおですね、ちょっと前後しちゃいますけれども、先ほどフォトコンテストのお話を言いましたが、写真をまだ送ってないという方は、このオンライン中にですね、イベント中に直接つながるカフェの Facebook グループへ投稿いただいても OK ですので、プレゼントも当たります。はい、2時20分までにご投稿いただければなと思います。はい、ではここまで皆さん OK でしょうか。 OK という方、ちょっと手を振っていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カフェのクローズは午後3時過ぎを予定しております。北海道各地の美味しいプレゼントも当たる抽選会もありますので、楽しみにしていてください。さあ、ではまず今年度のつながるカフェでご紹介してきました北海道のエリアを地図で見渡してみましょう。どうぞ。はい、北海道の地図が出ましたが、今年度つながるカフェでご紹介してきたエリアです。長沼町、旭川市、小樽市、斜里町、釧路市、阿寒町、ニセコエリア、帯広市、道南エリア、札幌市ということでね、広くちょっと点々とこう、ついておりますけれども、ちなみに道東の斜里町なんですが、皆さんわかります？上の方にあるんですが、斜里からですね、斜里は右の上なんですけれども、左の下、函館、はい、道南の函館までは車の移動で630キロあるんですよ。斜里町から函館ま で, でこれはですね、東京から西に神戸を越えて、徳島まで走行しますと車で632キロということで、まあ、大体こう四国まで行けるようなエリアなんですよね。ものすごくね、広いでしょ。はい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 、こうなってるんですよ。皆さん OK かな。はい、で、この後ですね、この中から4カ所のエリアのゲストにご登壇いただきまして、北海道の魅力、移住の魅力についてお話を伺います。ただその前にある方からビデオメッセージが届いているということなので、早速ご覧いただきたいと思うんですが、そのある方というのは第2回で知床エリアや漁師の仕事について教えてくださった知床の鮭漁師さんです。知床の鮭漁師という名前で TikTok をやっているんですけれども、 TikTok のフォロワーは2万人以上いらっしゃいます。
で最近では新聞に取り上げられるなど、もう大活躍中の知床の鮭漁師さんなんですが、まあ、漁師というちょっと自然を相手にするお仕事の都合上ですね、第2回の本番時には海から戻れず、ご登場が叶わなかったという経緯があります。そこで本日ビデオメッセージを送ってくださいました。仕事に誇りを持って日々取り組んでいるという知床の鮭漁師さん、印象的なんですが、では早速映像をご覧ください。どうぞ。ありがとうございます。北海道の知床で鮭漁をしています、丸子瑞希と言います。よろしくお願いします。今日は知床の魅力を伝えたいということで、流氷の目の前からお送りしております。知床最大の魅力はやっぱり海産物です。冬は流氷が来てしまって漁には出れないんですけど、その分流氷がプランクトンを運んできたり栄養を運んできたり、冬は海をお休みさせて春夏秋でめちゃくちゃ美味しい魚が取れます。ウトロは漁業と観光の街で、漁業者は地元の人間が多くて、観光業に携わってる人たちは違うところから働きに来てる人が多いんですけど、よくみんなでバーベキューなんかやったりして魚を食べてもらったりするんですけど、めっちゃ喜んでくれるんですよね。なんかそういう誰でもウェルカムみたいな雰囲気もウトロの魅力の一つかなと思います。こんな感じで流氷来ちゃうんで、冬はめっちゃ寒いんですけど、自然も綺麗だし食べ物も美味しいし人もあったかい、そんな知床よろしくお願いします。はい、知床の鮭漁師さん、ありがとうございましたね。皆さん流氷見られると思わなかったでしょうね。いや本当にね、この時期で素晴らしい冬の景色っていうのが広がってるわけなんですが、さあではここからはリアルタイムで北海道各地のゲストの方とつながっていきましょう。順番にお呼びいたします。まずは第1回から長沼町在住の先輩移住者として登場いただきました、移住歴15年の中村直弘さんです。中村さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。中村さん、今はどちらにいらっしゃいますか？今、自宅の小屋にいます。自宅の小屋っていう感じに見えないんですけどね。そうです、今なんかこういう感じで自分で作った小屋になります。あ、中村さんご自身で作られたんですか？はい。とっても素敵ですね。なんか小屋の概念変わりました。ありがとうございます。中村さん、前回ですね、ちょっとこう夏場に登場いただきましたけれども、ちょっと今年の長沼町の冬っていうのどうでしょう？はい、今年すっごい雪が多い年で、うん、僕が移住してから一番降ってます。あ、そんなに降ってます？長沼ももうめちゃくちゃ降ってます。雪かき大変ですか？いやー、もう大変です。いや本当にこの冬は北海道大変なね、冬となっているわけなんですけれども、でちょっとですね、中村さんのことを僕の方からご紹介させてください。第1回目をご覧になっていない方のためにね、ちょっとご紹介しますと、中村さんは北海道の岩見沢という町でお生まれになり、大学卒業後に東京でシステムエンジニアとして働かれた後、ジンギスカンや牧場で有名な長沼町に移住されました。で中村さんといえば、キャンプがお好きで、移住先を探す際に Google マップで緑が多い場所を探したというエピソードをお話しされていたんですが、そうでしたよね、中村さんね。そうですね、はい、 Google マップでね。でね、そのご出演いただいた前回8月だったんですけど、その時にこう聞くことができなかった長沼町の冬の魅力もちょっとお伺いできればなと思うんですが。はい、長沼町はですね、大きなスキー場がある町ではなくて、市民スキー場がちょっとあるぐらいなんですけども、そのやっぱりこの町の一番いいのは本当に冬がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。うんうんうん。でも寒ければ寒いほど綺麗で、もう全て一面が凍りつくっていう世界が本当に綺麗でいいなと思ってます。ありがとうございます。今日はね、ちょっといろいろと伺っていこうと思うんですが、そして、続いての方を呼んでみましょうか。続いて2組目のゲストなんですが、夫婦揃っての登場となります。中村さんと同じく
第1回に先輩移住者としてご登場いただきました。移住歴1年と6日、ちょっと刻んでみましたが、佐藤ご夫婦、佐藤しおりさんと健作さんです。佐藤さん。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。よろしくお願いします。東京から旭川市に隣接する上川郡の高須町に移住した、佐藤ご夫婦なんですが、今はどちらにいらっしゃいますか？今は、ちょっと仕事で今、村教の近くに来ていて、ワーキングスペースがあるんですけど、そこから、ここに参加してます。あ、お忙しい中、本当にありがとうございます。お住まいの高須町といえば、お米やトマト、牛肉といった農業と畜産が盛んで、北海道の屋根とも称される大雪山が見える自然豊かな場所なんです。で、北海道第二の都市、旭川市がすぐお隣で、空港、高速道路、鉄道といった交通へのアクセスも良好な町なんですね。で、第1回の中では、結婚式を挙げた北海道移住先として選んだというエピソード、ちょっと素敵な写真がね、今皆さんご覧いただいていると思うんですが、で、築45年のお家をDIY でリフォームする予定だというお話がとても印象的だったんですよね。はい、お家の方も映っておりますね。佐藤ご夫婦、その後の高須町での暮らしっていうのはいかがでしょうか？はい、まず昨年の12月に、すいません、先にリフォームの話してます。はい、ありがとうございます。はい。リフォームを自分たちで友達とかいろいろ呼んでやることになって、今はかなり綺麗になりました。自分たちで全部ペンキとか塗って床とかを綺麗に張り替えて、かなり住みやすい家にすることができました。わ、今ちょうど画面に映ってますけど、これ全てリフォームですか？はい、そうですね、本当塗って床張り替えて照明変えたぐらいで、はい、天井のブルーも綺麗ですね。素敵。はい、ありがとうございます。冬の高須町の暮らしっていうのはいかがですか？はい、冬は、高須はすごく山が、大雪山っていう北海道一番高い山があるエリアなんですけど、その山がこう端から端まで一望できて、はい、でそれを見ながらこう焚き火したりだとか、まあ、みんなで外で遊んだりとか、いろいろのんびり過ごしてます。なんか満喫してますね、ものすごくね。起業された流れというのはどういう感じでしたっけ？起業は、昨年の12月に2人で会社を立ち上げまして、アウトドアのイベントだったりウェディングっていうのをメインに、あと旅行業の方も、今回取得しましたので、まあ、旅行も合わせて一緒にやっていこうかなって考えてます。今日は再びいろいろお話伺わせてください。ありがとうございます。お願いします。では続いて3組目のゲストの方お呼びいたしましょう。こちらもご夫婦でのご登場になります。第3回でゲストとしてご登場いただきました、釧路市阿寒町にお住まいの移住歴1年と1ヶ月、達夫さんと奥様のカリンさんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。あ、お子さん。こんにちは。こんにちは。かわいらしいですね。ありがとうございます。釧路市阿寒町に移住して1年と1ヶ月ということなんですが、今日は達夫さんと奥様のカリンさん登場ということで、よろしくお願いします。お願いします。では私からお二人について簡単にご紹介させていただきます。達夫さんとカリンさんはダンサーのご夫婦です。アイヌコタンがある釧路市阿寒町ではアイヌ伝統の古式舞踊と現代のダンス、最新の CG や音響技術を融合させたステージ阿寒ユーからロストカムイが上映されているんですが、お二人はこのステージに関われる中で町の方々やアイヌ文化の素晴らしさに触れ移住されました。第3回目ではアイヌ文化との関わりの中で芽生えた感情や思考についてもお話しいただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
します。さあ、それでは最後のゲストの方、お呼びいたしましょう。第4回目にゲストとしてご登場いただきました、ニセコエリア倶知安町にお住まいの移住歴33年、ロス・フィンドレーさんです。ロスさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ロスさんとは東京でのイベント以来ですね。そうですね。お元気でしたか？元気ですよ。元気ですか？このニセコ何日間が天気が良くて、うんうん、雪あまり降ってなくて。あ、そうですか。はい、今日もちょっと、まあ、さっきまで晴れてたけど、まあ、明日から天気悪くなるから、まあ、少しずつ曇ってったね。あ、今日はね、わりかし北海道広い範囲で天気良さそうですもんね。はい、じゃあちょっとロスさんについてね、私からご紹介させてください。ロスさんのご出身地はオーストラリアです。1995年からニセコで起業されて、現在は通年を通したアウトドアアクティビティを提供する株式会社ナック、ニセコアドベンチャーセンターの代表取締役をされています。ロスさん、再び本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで本日のゲストの方が揃いました。ここからはいくつかのテーマに沿ってゲストの皆さんとトークしていきたいと思います。では早速いきましょうか。最初のトークテーマはこちらです。自分の町の移住しなきゃわからない魅力はここ。はい、こちらのテーマに沿いながらですね、地域ごとの移住支援などもお聞きしたいと思います。では順番にいきましょう。まずは中村さんの回答はこちら。はい、出ました。中村さん、まず人の良さ。はい、長沼町も移住者がすごい多い町で、若い人もそうだし、そのおじいちゃん、ひいおじいちゃんぐらいからみんな入ってきた人たちばっかりなので、すごい移住の人に対して優しいっていうのがあります。へー、中村さんもなんか優しくされたなって思いあります？はい、いつも雪はねを、うち道路から自宅までが100メーター、200メーターぐらいあるんですけど、そこをトラクターでがっつり跳ねてくれるという農家さんに、めちゃくちゃ助かってます。それ町で、やっている除雪車とかではなく？町じゃなくて、斜め向かいの農家さんが、もう、やってやるっつってばーってやってくれるという。へぇー。いや、これはでも本当に人の優しさを感じますよね。もうありがたいです。あとお試し住宅があるということなんです。これは何でしょうか？そうですね、中沼町で運営している、古い町営住宅を改修して、お試し住宅で興味ある方が入れるという建物があります。これ実際に利用されている方っていうのは結構いらっしゃるんですか？そうですね。去年、僕の友達もそこに入って、新しい物件というか、まあ、古い家を見つけて、今年引っ越すという方がいます。あ、へえ。実際こういった制度を利用してね、物件見つけてらっしゃる方がいるというと、すごく参考になりますね。ありがとうございます。長沼町のお試し暮らし住宅なんですが、ただいまホームページの URL を送信いたしましたので、チャット欄とかね、気になった方はチェックしてみてください。さあ、続いて佐藤ご夫婦の回答です。自分の町の移住しなきゃわからない魅力はここ。はい、出ました。まず順番に聞いていこうと思うんですが、旭川空港の就航率の高さということなんですね。はい、そうですね。はい、旭川空港は、就航率が 99.8%、あ、ごめんなさい、1% ですね。はい、特徴でして売り出していて、本当に、旭川雪も降るし、風も結構強いんですけど、うん、飛行機ほぼ欠航がなくて、はい、僕は東京に移住したての頃何回か行くことがあったんですけど、旭川空港はほぼほぼ飛んでくれるので、すごく安心できたという思い出があります。冬の北海道はやっぱり雪の影響っていうのもいろんなところにこう出てくるので、この就航率の高さというのはやっぱり嬉しいポイントですよね。使ってます。あと旭川市役所が主催する転入者の会があるんですね。はい、そう
ですね、これは、まあ、昨年もちょっとコロナでなかなか開催はされなかったんですが、まあ、今来、まあ、4月からまたいろいろと転入者の方で集まるイベントっていうのも多く主催されていくっていう話なので楽しみにしてます。ああ、ということはその会に参加していろいろ情報交換とかコミュニティ図れそうですね。ありがとうございます。さあ、お次は達夫さん、かりんさんからの回答を見ていきましょう。自分の町の移住しなきゃわからない魅力はここ。目には見えないパワー、これはどういうことなんでしょうか。あの達夫さん、これどういうことですか。そうですね、あのまあここに来て、まあ、すごく感じてるんですけど、その、まあ、人の温かさもそうですし、まあ、お水ですね、お水もすごく美味しくて、あと空気もすごく美味しくて、まあ、温泉も同じ、ね、見た目は水なんですけど、やっぱすごいパワーを持ってて、なんかすごくこう明らかに形があるものじゃない力をすごく感じるんですよね。で、今写真も出てると思うんですけど、動物たちももう街の中で普通に一緒に暮らしてる感覚で、常に動物たちと触れ合えるんですよね。で、あと、まあ、ここは木彫りの方、木彫りをやってる、ね、方がたくさんいるんですけど、世界的に有名な木彫りの方がもう何人もここから生まれていて、なんかそういう、まあ、なんていうんですかね、アートに対するこう感覚だったりとかっていう、それもまた見えないパワーだと思うんですけど、そういうのが生まれる場所なんじゃないかなってすごく感じてるんですよね。だからアーティストの方がたくさんここに住まわれてて、なんかそういうのすごく感じてます。やっぱりこう動物とか自然と共に生きていくって、もともと僕ら人間もやっぱりそうですもんね。そうですね、僕らもなんかね、一緒に自然の中から生まれてきてて、同じ存在だと思うんですよね。だからそれをすごく身近に感じれて、すごく自然のありがたみとか、なんかそういうの感じられます。ワンワンワンというワンちゃんの鳴き声も聞こえますが、達夫さん、前回ちょっとお話伺えなかったんですけども、まあ、温泉地の阿寒では日常的に温泉って入られるんですか。そうですね、ここ阿寒は家にお風呂がついてない家もたくさんあって、それはやっぱり温泉地なので、たくさん温泉入れるところがあるんですよね、ホテルもそうだし、旅館とか、なんかそういうところで、この町の人たちは月契約で温泉を利用することができて、なので例えば今月はここの温泉に入る、じゃあ来月はここの温泉に入ろうとかっていうふうに決められるんですよね。なので自分のお気に入りの場所を決めたりとか、またね、その季節によって変えたりとかっていうふうに、いろんな温泉を入ることができて、すごくなんか楽しいですね。いや、それもなかなかこうできない贅沢ですよね、もうね。ねえ、いいですね。なんかね、温泉、やっぱりね、ホテルとかもすごくいい立地のところに、温泉の場所があって、すごく景色も良くて、なんかそういうね、景色の移り変わりとか、まあ、阿寒湖が本当大きくあるので、阿寒湖を一望できる温泉のね、場所があったりとかで、とにかく楽しいですね、そういう面では。ありがとうございます。素敵。いいね、温泉。さあ、ではロスさんからの回答もご紹介しましょう。自分の町の移住しなきゃわからない魅力はここ。はい、出ました。カフェとパン屋さんということなんですが、ロスさん、どんな点が魅力ですか。やっぱカフェコルチャーが、カフェ文化がすごく濃い、この辺は。どこ行ってもエクスプレッソマシンが持ってるので、やっぱ特に今見されてたのは駅前のスプラウトっていうところで、あそこね、結構アウトドア大好きの人たちが集まったり、コーヒーを飲みながらワイワイするのようなところです。はい、今画面に出てますね、こちらですね。はい、やっぱりどこに行っても、まあ、基本はそのエスプレッソマシン、コーヒー美味しいですか。そう、なかなか田舎、日本は、エクスプレスマシン持ってる街がすごく少ないけど、このニスコエリアは全ての店持ってるみたいな感じになってくるから、どこでも美味しいのカフェラテ飲めるっていうこと。ロスさん、今日ですね、実は今回事前のアンケートで、長沼町の中村さんから、他のゲストの方に聞いてみたいこととしてですね、
おすすめのご飯屋さんを教えてくださいというコメントがあったんですが、どうでしょう、はい、ロスさん。ね、まあ、カフェとして僕家から歩いてっていうのは BCC カフェというところがあって、で、あそこお母さんがパン屋さんやってる、息子がこの BCC カフェやってるけど、で、そこを鎌で木入れて鎌使ってピッツァ焼いてるから、すっごく美味しいピッツァで、僕はあんまりピッツァ食べない人だけど、ここのピッツァはすごく好き。あ、ピザ食べない人でもここのピザ美味しいなって感じる場所なんですね。はい。あ、BCC カフェ中村さん、ポルトンスタイルで、はい、 OK でしょうか。 OK です。めちゃくちゃ美味しそうです。ぜひニセコに行った機会に寄ってみてくださいね。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。さあ、ではどんどん参りましょう。次のテーマなんですが、続いてのトークテーマはこちらです。移住して良かったこと、苦労したこと。はい、こちらも皆さんにお答えいただきたいと思います。まずは中村さんの回答はこちら。出ました。まず一つずつ聞いていこうと思うんですけども、自由なこと、家族と過ごせる時間が増えたこと、やっぱりいいなと中村さん感じます。そうですね、東京の時に行った時では考えられないなって本当思います。なんかそうですね、家にいる時間が普通にあって、まあ子供と外で雪で遊べるっていうのも、まあそうですね、車も気にしなくていいし、自由に遊べるっていうのは本当に贅沢だなって思ってます。写真ではお子さんがね、ちょうど建物の方向いてね座ってますけども、はい、これって駐車スペースとかなんですか？そうですね、これちょうど家道路から上がってくる途中の道なんですけど、一応今借りてるところの敷地内なんですよね。全部が広いですね。いやもうその分除雪すごいですけど、まあ、近所さんがやってくれるんですよね。あ、なるほど、やっぱり優しいご近所さんがね、もう神だと思います。もう一つちょっと苦労したことについても伺いたいと思うんですが、やっぱりちょっとなかなかその生活の形になるまでは時間がかかりました。そうですね、今大工をしてるんですが、それまではそのコンピューターの仕事しかしたことがなかったので、田舎に来て自分ができることってなんだろうっていうところから始まって、で最初は農業をやろうかなとかいろいろ迷走して、まあ、だから 7,8 年今の形になるまでにはかかったと思います。そういった経緯を振り返った時にですね、現在に至るまで大切にされていたことってどんなことですか？そうですね、まあ、その何でもとりあえず挑戦してみる中で、まあ、やる時にはもう本気で、そして楽しんでやるっていうのを大切にしてました。じゃあ今はものすごく楽しいです。そうですね、今はもう本当に仕事楽しいので、まあ、趣味と仕事の境目がほとんどないような感じ。あ、それって素晴らしいことですよね。本当恵まれたな、似てるなと思います。ありがとうございます。さあ、では次の回答に移りましょう。佐藤ご夫婦の回答です。移住して良かったこと、苦労したことはこちら。はい、こちらも順番に聞いていこうと思うんですが、やってみたことに気軽にチャレンジできる余裕がある、やってみたいことに気軽にチャレンジできる余裕があるということなんですが、これまずチャレンジについて伺ってもいいですか？はい、そうですね、東京から移住してきて、まあ、家をリフォームしたり、まあ、会社を建てたりとかいろいろしたんですけれど、やっぱり東京にいた時にはやったこともリフォームとかも全然知識もなかったので、本当にできるかなと思っていたんですけど、やっぱり周りの人とか先輩の移住した方とかに相談すると、みんなやっぱりすぐに手伝って応援してくれて、まあリフォームを手伝ってもらってやり方全部教えてもらったりとか、まああと起業してからはアウトドアのちょっとギアとかを作りたいっていうふうに相談したら一緒にやろうよって言ってくれる方が出たりとか、まあ自分自身もそうですし、周りの方がすごく余裕がある方が多いというか、まあ優しい人が多いっていう印象があります。ありがとうございます。あと苦労したことには、夏が意外に暑かったってことなんですが、これはやっぱりちょっと厳しいなと思いました。そうですね、35度、うん、
が、まあ、本当にずっと10日間ぐらい、特に旭川はちょっと盆地っていうのもあって暑いんですけど、35度が10日間ぐらい続いて、あれ北海道暑いなっていうのが、移住してちょっと意外だったところというか、苦労したところ で、やっぱりクーラーがない、まあ、私たちが住んでるのが古い物件っていうのもあって、クーラーがあって、それが結構夏は大変でした。ただ、夜はしっかり冷えるので、うん、苦しさはなくて、そこは良かったなと思ってます。移住するまではやっぱり涼しいイメージ北海道ありますもんね。見ましたねえちょっと年々暑くなってきている北海道ではあるんですけれどもね、その暑いなと感じたものに関してはやっぱり夜は窓を開けたりして空気を通したりして涼しさをこう自分たちで何とかしてるって感じですよね、作ってるって感じですよね。ね、本当夜の寝苦しさがないのはそこはやっぱ東京と違って快適だなと思ってます。ありがとうございます。さあでは達夫さん、かりんさんの回答も見ていきましょう。移住して良かったこと、苦労したことはこちら。はい、出ました。まず順番に聞いていこうと思うんですが、良かったこと、自分の役割だと思う仕事があって、美しい自然の中で暮らし、ゆとりある時間の中で家族のようなコミュニティと心地よく生きているということなんですが、達夫さん、まず良かったことから伺ってもいいですか。はい、そうですね、まあ、僕らはダンサーとして活動してきて、まあ、東京の方で主に活動してたんですけど、で今はその阿寒湖の方でアイヌシアターイコロっていうところで、まあ、アイヌの文化を伝えるっていう作品に関わってるんですけど、やっぱり自分たちが好きで、自分たちがもうこれを人に伝えるべきだって、伝えたいって思う作品に常に毎日出られてるっていう、まあ、その表現をできるっていうのを本当にすごく、まあ、自分たちが役割だと思ってやってるこのダンスっていうものを本当に 100% の気持ちでそこの舞台に立てているっていうのはすごくやっぱりね、心も豊かになるし、まあやっぱり自分たちがやりたいことであるはずなので、いやすごくそれはなんか良かったことですね。毎日それに関われるっていうのは、でなんかこのね、美しい、もう本当に360度素晴らしい景色があって、素晴らしい自然があってっていう中で、はい、そういう表現に関われて、でまあね、多分みんなもおっしゃってると思うんですけど、やっぱり時間がすごく、余裕があるっていうのは、なんていうんですかね、自分に向き合う時間がとにかく取れるんですよね。でやっぱり僕らの表現者としては、やっぱり自分の内側のものが全て表に出てくると思ってるんですよね。なのでやっぱり自分を見つめる時間が長ければ長いほど、やっぱり自分の表現というものが磨かれていくんじゃないかっていうふうにやっぱり感じてるので、やっぱこの環境の中で自分たちがやりたい表現をできてるっていうのはすごく良かったことだと思います。ありがとうございます。はい、一方でその苦労したことについてはカリンさんに伺おうかなと思うんですが、病院が遠いこと。阿寒湖は診療所があるんですけど、まあ、平日の限られた時間しかやっていなくて、うん、ちょうど2週間前に子供が痙攣を起こして救急車を呼んだんですけど、はい、まあ、救急車の数も多分少ないのか、うん、救急車がすぐには来れないみたいで、違う乗用車的な、違う救急車じゃない車で先に隊員が行くかもしれませんっていう話があったり、あとは救急車が、結局救急車が来てくれたんですけど、阿寒湖は釧路市なので、釧路市の大きな病院に運ばれることになっても、こう、やっぱ移動距離が1時間半ぐらいあるので、うんうんうん、救急車を途中で乗り継いで運んでもらいました。救急車に乗り継いで。阿寒湖から釧路市の、ね、大きい病院まで1時間半ぐらいかかるんですよね。ああ、元気だね。遊びたい。なかなか救急車乗り継ぐっていう経験がないですよね。はい、そういうことになったりとか、やっぱりね、すぐに病院に、大きい病院に行けないっていうのはちょっと、まあね、不安というか、
ていう部分ではあるんですけど、まあでもその分自分たちで毎日の生活を気をつけようっていうことにはすごくなってます今。意識してるとされてるということですもんね。だから、まあ、そういうものに頼らず自分たちの力で、ね、そういうところにお世話にならなくてもいいように生活を改善していこうっていうことにはやっぱ向かってますね、はい、ありがとうございます。さあでは続きましてロスさんの回答もご紹介しましょう。移住して良かったこと苦労したことはこちらです。はい、ロスさん、まずお子さん、子供たちが外でたくさん遊べる環境が良かったっていうことなんですが、自然と遊べるのはやっぱりいいなと思うポイントですか？うん。いや、僕子供の時は外しか遊んでないから、うん、当然コンピューターとかそういうのはなかったし、うん、やっぱ子供たちが外に置くと、さっき中村さんの子供も外で遊んでたと思うけど、うん、置いていって、うん、何もしなくても何か遊び物見つけるか、何かの探検するとか、うん、子供らしいのことやってるっていう、すごく感じるので、はい、で教育の中で、それがすごい大事なことかなと思います。で、まあ、東京の子たちがそういうチャンスがないなと思って、うん、でいつもこうビデオゲームとかやってるっていうより、うん、やっぱこう外にただ置いていろんな探検とかいろんな遊び作って、うんうん、この必要さが絶対あるなと思いました。自然ならではの、ま、成長みたいなのもやっぱりあるでしょうからね。インドアよりやっぱりアウトドアの方が、はいね、苦労したポイントについてもちょっと詳しく聞かせていただいていいですか？はい、ね、まあ、うちの町がこれから新幹線の駅と、うん、高速道路の開通も両方がこの後に入ってくるから、でもう世界から注目されてるのはニセコですね。海外の人聞くと、なんか東京の中日本の中知ってるって言ったら、東京、京都、ニセコ3番目で入ってくるような、みんなニセコ知ってるけど、うん、そこまでのポテンシャルを持ってるところをうまく生かしてないんじゃないかと思ってる。街をもうちょっとそれを生かして、もっといい街に作るべきかなと思ってるです。生かせる可能性っていうのはやっぱりあります？すごくある。うん、ここやっぱアジアの中でこう一番のリゾートとして、夏のリゾート以外、こういうビューとかオールシーズンの山リゾートとして今ニセコ一番前に出てるから、うんうん、これはアジア全部だから、で冬になってくるともう世界から人集まる、すごいポテンシャル高いなと思う。だから今農業と観光が産業として2つあるけど、もう第三産業も考えた方がいいんじゃないかと思います。そう、第三産業の話になるとすごく話が長くなりそうな気がします。後日にまたちょっと伺っていこうと思うんですが、というわけで先輩ね、移住者の皆さんには移住して良かったこと苦労したことをここまで伺いました。ありがとうございます。さあではここまでテーマに沿ってトークをしてまいりましたが、お次は恒例のクイズコーナーです。はい、では参加される方はカメラをオンにしていただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。クイズに参加する方カメラオンにしてください。はい、ありがとうございます。でオンにしていない方は不参加と、考えさせていただきます。で正解された方には抽選でニセコのナックグッズと、ニセコの玉ねぎ10キロ、はい、美味しいもの詰め合わせセットをプレゼントでございます。いいですね。でロスさんのところのナックのねカップと、そしてニセコの玉ねぎ10キロプレゼントでございます。さあでは第7回目を迎えるにあたって、ゲストの皆さんには事前にアンケート形式でいくつか共通の質問をさせていただいたんですけれども、問題です。北海道の冬の素敵なところを教えてくださいという項目に全員が同じキーワードを挙げていました。
さあ、それは次の3つのうちどれでしょうか。1番雪、はい、2番星空、そして3番温泉です。はい、この中から正解を選んでカメラの前で手を挙げてください。で、皆さんいいですか。はい、北海道の冬の素敵なところを教えてくださいという項目に、先輩移住者の皆さん全員が同じキーワードを挙げていました。それは次のうち3つのうちどれか。1番雪、2番星空、3番温泉です。はい、ヒントはありません。ヒントなしでいきましょう。はい、では順番にいきますよ。はい、1番だと思う方、1番の雪だと思う方、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて2番の星空だと思う方、はい、ありがとうございます。そして3番の温泉だと思う方、はい、ありがとうございます。ではですね、正解は先輩移住者の皆さんと声を合わせてね、正解発表いきたいなと思いますが、先輩移住者の皆さんもよろしいでしょうか。いきます。正解はせーの、雪です。はい。やっぱりね、このズームで一緒に合わせるのって難しいなと思いますよ。そうです、正解は雪、1番の雪です。はい、ではですね、皆さん、全員が冬の北海道の魅力雪とお答えになったんですけれども、雪と答えた方何名様いらっしゃいましたっけ。はい、手を挙げていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。では、複数いますので、4名ですね。はい、いますので、これからですね、サザエさん式じゃんけんしたいと思います。こういうものがありますので、最初はグー、最初はグー、じゃんけんポンって私が出しますので、勝ってください。はい、で最終的に、1名様プレゼントということになります。それではいきますよ、ね、最初はグー、じゃんけんポン、僕が出したのはこちらグーでーす。はーい、安田さん、14番の安田さん、おめでとうございます。おめでとうございます、安田さん。はい、おめでとうございます。ではですね、後日スタッフから送り先住所の連絡がいきますのでよろしくお願いします。さあ、では雪の魅力についてちょっと伺っていこうと思いますが、まず中村さん、雪の魅力どんなところでしょう。そうですね、そのやっぱり美しさだと思うんですよね。特にその寒い日の美しさってすごい格別で、その寒ければ寒いほど美しいんですよ、全てが凍りついた世界で、その宮崎賢治の物語で雪渡りっていうお話あるんですけど、それの冒頭のシーンとまさに同じなんです。もう本当すごいですよ。これが毎日見るの本当幸せだと思う。作品名何でしたっけ。雪渡りっていうお話です。雪渡りですね。兄弟、男の子と女の子の兄弟と狐のお話なんですけど、もうその冒頭のお話がなんかその一面がもう一枚の大理石みたいに凍りついた世界を漢字記を履いて歩いていくっていうところから始まるんです。でそこの姿が本当にまさにこの寒い日の朝っていう感じです。ぴったりなんです。合ってるんですね。もうすごいすごい素敵。へえ、ありがとうございます。お子さんとかって雪どうですか。もう大好きですね。もうずっと外で遊んでます。今も外でなんか叫んでます。あ、今日も遊ばれてるんですね。父ちゃんって遠くから。父ちゃんちょっとね、お仕事中ですからね。ありがとうございます。さあ、では佐藤しおりさん、健作さんにも雪についてどうでしょうか。雪の魅力。はい、やっぱり北海道の雪は、まあ、すごく有名なんですけど、パウダースノーが最高で、まあ、生まれが新潟の中越っていうところなんですけど、はい、雪が重いんですね。で北
海道の雪は軽くてドライパウダーで、本当にスキーすると最高に気持ちいいです。うん、あと、写真にあるみたいにスノーシューも、あの冬は楽しむことができて、うん、今年から始めたんですけど、まあ、普段夏山歩けないようなところに、あの地図を読みながら歩いたり、まあ、すごく自由に遊べるので、本当に北海道の雪は最高だと思います。いやもうこうやって寝そべってもう大自然を感じることができるわけですもんね。気持ちいいですね。あ、この焚き火もまた冬の焚き火もいいですね。家のど真ん前で、ありがとうございます。さあ、辰夫さん、かりんさん、いかがですか？はい、そうですね、もうやっぱり美しいですよね。とにかくもう、うん、一面がすべて雪にこう包まれるというか、どんなものもすべてがもうこの雪の何ですかね、作品になっちゃうっていうのがやっぱりすごくなんかもう感動しましたね、やっぱ1年目の時に。で、朝ちょっとマイナス15度ぐらいまで下がってると、朝もダイヤモンドダストがずっとピラーキラ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 って窓のとこ埋まってて、いやもう本当に毎朝こ う, うわ素敵だなって幸せだなってすごく感じます。で、今ちょっと写真にも出てるんですけど、阿寒湖はまあ冬になると一面凍るので、もうそこにもう永遠と続く真っ平らの雪の、はい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 、絨毯がこうわーって出来上がるので、それもまた美しいので、やっぱりね、夏の景色と冬の景色も全く違うの で, でどちらももうすごく美しいので、それもまたなんかなんていうんですかね、いろんな魅力のなんか積み重ねがすごいかなと思います。で、やっぱり雪は何ですかね、あのこの魅力はね、なんか多分人間が作り出すものではないと思うんですよね、自然の力で、自分たちのタイミング、自然のタイミングでこう降りてきてくれるものなので、なんかそれもまた神秘的で、であとは少しこの何ですかね、人間にはかなわないこの自然の力というか、はい、そういうものもすごく感じますね。そういう中で、あ、自分たちがこう力を合わせてこの中で生きていくにはっていうふうに考えるこうきっかけになるというか、なんか自然の脅威もそうだし、自分たちを豊かにしてくれるものでもあるしっていう、すごくそういうものを両極のものも感じさせてくれるし、いやなんか素晴らしいものだなってつくづくやっぱこっちに来て感じてます。もう辰夫さんがこの話すことで、その冬に対する思いの熱量すごく伝わってきました。本当に好きなんですよね。だからもう雪溶けないでくれって、あの、ね、雪がやっぱだんだんね降らなくなってきて、だんだん溶けてくる時がやっぱりちょっと悲しいんですよね。あ、じゃあちょっとこれからのシーズン、ね、寂しい時期になっちゃいますね。はい、ね、で夏が来たら夏でまた、まあ夏すごいって思うんですけど、いやでも冬は本当に素敵で待ち遠しくなる季節ですね。ありがとうございます。さあ、ではですね、ロスさんにも聞きましょうか。北海道の冬の素晴らしさ、改めてロスさん教えてください。あ、西高は雪ですね。もう、あの、世界から注目されてるのパウダースノー、でも実際自分にとっては、あの、最近あんまりスキー場行けなくて、ちょっとサーフィンやってる。サーフィン、うん、海行ってサーフィンやってます。冬は、冬ですか？冬の魅力は、雪持ってくるの天気、波も持ってくるから、で、ほぼ人いない、ほとんど一人でやってるの。へぇー。で、例えば僕の息子が今ゴールコーストにいるけど、彼と話すと、いやー、僕も今日も200人ぐらいいましたよって言って、で、僕はいつも一人。最高。でも一人で、まあ、もう独占できるじゃないですか、波を。はい、たまらなくいい。寒くないんですか、でも。いや、スキーやった方が寒いな。あ、そういうもんですか。もう、なんかサーフィンやって寒くなったことはないね。へぇー。あと、あの、冬の素晴らしさで言うと、なんか羊蹄山の色合いが綺麗だとかってね。夕日は、なんか、めったにないけど、ほとんど雪降ってるから、でも、たまに夕日あると、羊蹄山ピンクになるの。ほー。で、ピンク羊蹄っていう、うちのカフェでピンク羊蹄っていうホテルも作ってた。でも、ピンク羊蹄実際行った時しか飲めない。あ、じゃあ特別な日だけ。
はい。で、今コロナの中で実際飲めれないね。でも写真で本当にピンクなんですね、色合い見てるとね。はい。いや、それぞれ本当に雪の魅力についてありがとうございます。さあ、これで全てのトークテーマ終了なんですが、この後ゲストの皆さんに事前募集した質問に答えていただきます。まずお答えいただく質問はこちらです。北海道の野菜が大好きなので、美味しい食べ方やおすすめの農家さんを教えてほしいということで、まずは高須町に住む佐藤ご夫婦伺ってもいいですか。はい。まず私が北海道に来てすごく感動したのはお米です。お米、出身は北陸で富山とあと新潟なので、お米はもうコシヒカリをずっと小さい頃から食べて育ったんですけど、こっちはやっぱゆめぴりかとか北海道ならでは の品種があって、それがすごくもちもちしてて、みずみずしくってすごく美味しいです。で、私はちょっともちもちが苦手な方もたまにいると思うんですけど、それは玄米にして食べると、その玄米がなんかちょうどいいもちもち感になるというか、硬すぎず柔らかすぎず、私はまあ、精米して白米で食べるのも玄米で食べるのもどちらも好きですね。じゃ、玄米にした時のもちもち感、ちょうどいいもちもち感を楽しんでほしいですね。そうするとね、はい、ありがとうございます。長沼町に住む中村さん、いかがでしょうか。まあ、同じ僕も穀物のあれなんですけど、小麦が美味しいんですよね。小麦が、はい、長沼町のメノビレッジさんっていう農家さんがいて、でアメリカ人の方がやられてるんですけど、彼そこで作られる小麦粉がめちゃくちゃ美味しくて、小麦文化の人たちが作る小麦ってやっぱ美味しいんですよ。そのお米と一緒で精米したら、うん、製粉してから香りが落ちるから、うん、製粉してすぐ出すとか、うんうん、あとはその製粉機もすごいこだわってるし、で今無農薬で確か歩行器でやってるんですよね。だからもうなんか本当に別格ですね。もう味にも説得力があるんでしょうね、きっとね。いや、もう全然違います。パンケーキミックスがあるのでぜひオンラインで買いますね。ありがとうございます。さあ、では続いての質問なんですが、北海道の方は旅行者や移住者に対してどんな本音を持っているでしょうかという、移住者に対して北海道の方々はどう思うのか、まず観光カリスマのロスさん、いかがでしょう。そうですね、この町がたくさんの移住者がいるので、もともとスキー場だから、うん、店主のオーナーさんたちほとんど道外から来て、だから外の人はずっと入ってる町で、あとはまあ自衛隊とか道庁とかなんてかんだのものがあるから、いつも移住者いる町で、今は海外の人はまあ人口の1割近く住んでますので、すごい町として慣れてるかな。で、大切のはうちの町に海外の人たくさんの子供を持ってて、で子供たちが地元の小学校とか中学校とか高校に行ってるので、うんうん、やっぱそうなってくると親が PTA とか部活のとかクラブ活動とか活動の時で一緒になってくるから、うん、それでみんな一緒になってくると、あ、こういうような人ですねっていういろんなコミュニケーション取ってて、街近くなってくるの、うんうん、それがすごい非常にいいなっていう。東京とか見ると外国人いっぱいいるけど、なんかコミュニティがちょっと分かれてるのような雰囲気があって、インターナショナルスクールがあって、子供たちそこに行って自分たちで一つのところで回ってるの、うん、だからこの小さい町で分からないでみんな一体になるようなコミュニティが非常に大切かなと思います。ありがとうございます。ではですね、道外への旅行者へもパフォーマンスを行う辰夫さんとカリンさん、いかがでしょうか。この辺はは少し特殊で、阿寒湖にこう住んでる人、うん、まあ、長いずっと何十年も住んでる人と、あとはホテルの従業員の人とか役場の人とか、まあ、そういう人たちは何年かってい こう縛りの中で仕事をしに阿寒湖に越してきたりするので、はい、
まあ、ずっと暮らしてる人からしたら仲良くなってもすぐまた何年かしたら出てっちゃうので、そこは寂しいっていうことは聞いたことあります。あ、だからなんか本当に生活のためだけに移住してくるっていう人がすごく少ないんですよね。うん、だから僕たちが引っ越すって、まあ、ここに住みたいっていうことをこっちの人に言ってた時もあまり信じてもらえてなくて実際こっちに移住してきたら、お、本当に来たのっていう感じでみんな驚いてました。でも実際住み始めると本当に、あ、住んでくれたんだっていう気持ちもあるでしょうから、なんかこう温かいコミュニケーション生まれそうですよね。いや、すごく温かいですね。みんな本当に家族のように接してくれるし、ね、もう子供とかもなんか一緒に育ててくれてるっていう感覚があったりとか、なんかそういうのすごく嬉しいですね。あ、いいですね、うん、すごく身近ですね、みんなが、うん。さあ、ではここでですね、ちょっと参加者からの質問もね受け付けたいなと思うんですけれども、先輩、ワンちゃんもなんか質問したいのかな何か参加者の皆さんの中で、先輩移住者の皆さんに質問したいということがありましたら、ぜひね、手を挙げていただければなと思うんですが、いかがでしょうか。こんなこと聞いてみたいよっていうことがありましたら、ここがチャンスでございます。はい、いますか。もしちょっとね喋って聞くのが、照れちゃうとかという方はチャットの方に書き込んでいただいても大丈夫ですよ。いらっしゃいます。こんなこと聞いてみたいっていうのありませんか。大丈夫かな。ちょっと待ってくださいね。はい、事前にいただいてる質問がある。はい、あ、はい、北海道に移住を決定した一番のポイントを教えてほしいということなんですが、ではこれはですね順番に聞いていきましょうか。中村さん、いかがですか。まあ、僕は出身が北海道だったので、まあ、それが一番ですかね。うんうん、まあ、長野も一回ちょっと考えたことはあったんですけど、はい、まあ、やっぱり親のことを考えると、北海道かなと。なるほど、ありがとうございます。佐藤さん、いかがでしょうか。北海道、移住を決めた一番の決め手、はい。北海道というか、旭川に移住を決めた理由になるんですけど、まあ、大体国立公園があったからっていう理由なんですが、うん、まあ、北海道に住もう、僕らも実はどこでも正直最初よくて、長野だったり白馬だったり、あとまあニセコも考えましたし、余市とかあの辺も考えてたんですけど、はい、去年一度大雪山国立公園の旭岳っていう山に登って景色を見て、あ、ここに住みたいなっていうのをそこで2人で話して、うんうん、そこからまあ準備を始めました。ありがとうございます。で、辰夫さん、カリンさん、いかがでしょうか。はい、そうですね、僕らもね、同じように長野候補に入ってたんですよね。長野候補に入ってた、はいはいはい。そうです。で、僕もダンスの仕事をしてたので、うん、まあ、世界中いろんなとこに行かせていただいて、もう28カ国ぐらい行ったんですけど、で、まあ、東京にいる時から、まあ、どこかやっぱ住む場所をすごく探してたんですよね。で、やっぱ自然が大好きだし、まあ、海外の田舎とかもすごく候補に入ってたんですけど、はい、で、北海道は全く候補に入ってなくて最初は、うんうん、そうなんですよね、まあ、寒いっていうのもあって、何か頭の中に北海道っていう選択肢がなかったんですけど、まあ、結局決め手は、まあ、その舞台に関わることによって、はい、まあ、僕たちがここで何ヶ月か暮らしたんですよね、その舞台に出てる時に。で、それで暮らしてみると、あれなんて素敵な場所なんだっていうことに気づいて、で、そこでもうなんかいろんなことが、まあ、コロナもあったり出産をしたりとかっていうのもあって、うんうん、スムーズにここにたどり着いたっていう感じです。本当に引き寄せられてここに来たっていうイメージがあります。なんか、うん、その思いを今お子さんも叫びに今変えてたわけですねありがとうございます。はい、ちょっとロスさんにも伺いましょうか。ロスさん、ニセコ、まあ、北海道ですね、一番決め手になったのってどんな理由ですか。本当はね、何もわからないで日本に来たの、うんうん、北海道とか九州とか何も違いとかどこにあるとか何もわからなくて、ただこのスキー場行くということで、それだけで行きました。じゃあもう本当に、スポーツありきなところはあったんですか。
そう、まあ、スキーやりたくて、うん、あのスキーインストラクターとして、あの一つの仕事として来て、あとは本当に何もわからない。へぇ。日本語もないで、うん、なんか日本の何でもわからない状態で来ました。でもそれだけ引きつけられる何かが、その、まあ、スキーだったりとか、あの雪質だったりとかあったわけですね。そうですね。あのスキーはすごく良くて、こっちの若いのコミュニティがすごい良かった。もう若いたち集まってスキーやって、うん、あの一緒に遊んで、一緒に飲んで、一緒に仕事して、うん、それがすごく良かった。うん、で、あとは、まあ、住みすぎて、で、まあ、日本の一番、あの、いい、あの、女の子と会って、で、はい、あの、結婚して、はい。で、まあ、住みすぎて、そこから、ずっとここにいます。うん、33年ということなんですね。はい。ありがとうございます。いや、でも、こんな風にね、いろいろお話を伺って、これましたので、質問してくださった方もなんとなくね、北海道決め手になった理由というのを、理解してもらえたんじゃないかなって思います。さあではですね、ありがとうございました皆さん。さては続いては、有楽町にある移住相談窓口どさんこ交流テラスの相談員、杉原沙織さんに登場していただきます。皆さんは東京の JR 有楽町駅からすぐ近くの東京交通会館という建物に、地方移住や I ターン、U ターンを支援するふるさと回帰支援センターという場所があるのをご存知でしょうか。ここは北海道移住の相談窓口どさんこ交流テラスがあります。で、本日は相談員の杉原さんとズームでつながっていますので、ここで早速呼んでみましょう。杉原さん。はい、こんにちは。勝則さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご覧の皆さんもよろしくお願いいたします。お願いします。どさんこ交流テラスの相談員、杉原さんです。杉原さん、早速なんですが、どさんこ交流テラスってどんな場所ですか？はい、今ご紹介いただいた通り、 JR 有楽町の駅前、東京交通会館の中にありまして、北海道の移住の総合相談窓口ということで、開設させていただいております。僕もちょっとまだ建物の中に入ったことがないんですけれども、はい、ちょっと簡単にで構わないので、オンラインツアーっていうのですか、あの建物の中見せていただいてもよろしいですか？はい、わかりました。準備しますので少しお待ちください。はい、お願いします。今日参加されている方の中でね、ふるさと回帰支援センター、はい、どさんこ交流テラス行ったことがあるっていう方いらっしゃいます？いますか？まだ行ったことがないかな皆さんね。あ、1名様いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。ちょっと一緒にね、楽しんでいけたらなと思うんですけれども、はい、勝則さん準備できました。あ、お願いします。はい、これがですね、ふるさと回帰支援センターの、中になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、北海道ですね、こんな感じで。函館市さん見えますか？はい、はい、函館市さんのポスター、素敵な八幡坂のポスターと、まあ、こういうふうに、資料が展示してありまして、こちらは上士幌町さんですね。はい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 、はい、はい、こんな感じです。たくさんある、はい、うん、でですね、今あの北京オリンピックがあの大変盛り上がってまして、はい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 、ご参考選手も、はい、たくさんいるので、こんな感じで切り抜きを、いや昨日のロコソラーレもすごかった、はい、カーリングもすごいです ね、 ねちょっと期待してしまいますね。そうですよね。はい、でですね、ここがテラスになります。こんにちは。あ、どうも。はい、あ、あ、こんにちは。はい、お待ちしてくれております。はい、こんな感じです。はい、あれ、僕地元白糠なんですけど、白糠町なんですけど、はい、白糠町の資料とかってのあります？はい、あ、はい、ちょっと聞いてみましょうか。うん、すいません、白糠町さんの資料はありますか？あ、もう手に持って用意していただいてます、はい。ありがとうございます。はい、こちらですね、今日相談会を開催中の停止香川町さんになります。あ、こんにちは。 ありがとうございます。はい、資料もあります。はい、こんな感じです。はい、こんにちは。たくさん資料ありますけれどもね、はい、この後ですね、杉原さん、あの普段移住に関するプレゼンなども
されるということで、本日はぜひ移住のステップやポイントについて、杉原さんからご説明お願いしたいので、またもう一度お席に戻っていただいてもよろしいですか。はい、わかりました。少しお待ちください。お願いします。はい、ということでですね、ちょっと白糠町、私の出身地の白糠町のね、資料なんかもあったわけなんですが、まあ、北海道のほぼ市町村の資料がこちらに来ると、揃っているということですので、ちょっと機会がありましたらね、本当にこう移住を考えてらっしゃる方とか、どんな町があるんだろうとか、自分に合う町を探してみるというのもいいんじゃないかなと思います。ぜひ状況を見ながらね、お出かけになってみてください。では改めまして、私の方から、北海道へ移住しようということで、移住のステップをお話しさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いいたします。次お願いします。はい、まず私なんですけれども、ロサンコ交流テラスの相談員ということで北海道出身です。住んだことのある町としては美唄市、札幌市、小樽市です。東京にはもう15年ほど暮らしております。次お願いします。はい、まずですね、北海道に移住したいなと考え始められた方にですね、どんなことをポイントにこう進めていったらいいかなということを今日お話ししようと思うんですが、一番最初にですね、まずなぜ移住をしたいのか、どこで誰と何をしたいのかということをちょっと整理してみていただきたいなと思います。はい、次お願いします。それでですね、移住のステップとして、ここに今5番目まで、ステップを上げましたが、一つ一つこのステップに沿ってちょっとお話をしていきたいと思います。はい、次お願いします。はい、まず、ステップ1としまして、移住の目的、スタイルを決めましょうということで、まあ、どこで誰と何をして暮らしたいのか、北海道にどうして行きたいのかとか、条件をリストアップして優先順位をつけてみてください。人によってはですね、首都圏に戻ってくることがあるので、まあ、空港の近くがいいですとか、お子さんを自然環境豊かな中で育てたいとか、あとですね、今、まあ、先ほどもちょっとお話ありましたけど、北京オリンピックが今大変盛り上がっていて、うん、北海道やっぱりウィンタースポーツのメッカなので、先日もですね、ウィンタースポーツ大好きなので、雪山に近い北海道の町で暮らしたいなんていうご夫婦もいらっしゃいました。はい、とまあ農業したいとか、どんなことをしたいかっていうのを皆さん考えていただくのがまず一番最初かなというふうに思います。はい、次お願いします。はい、次にですね、家族やパートナーの思いを確認しましょう。皆さんそれぞれのステージの中、この人生のステージの中で、いろんなことあると思いますので、ぜひ一緒に移住するご家族や、それから離れてしまうご家族の気持ちを考えていただいたり、まあ、移住のタイミングも、ぜひ検討していただきたいなと思います。はい、次お願いします。はい、そうしましたら次にですね、情報の収集ということで、皆さんまずインターネットや SNS で情報の方を収集されるのではないかなと思いますが、さらにプラスしてですね、窓口へのご相談というのもぜひご活用いただきたいなと思います。私たちロサンコ交流テラスですとか、あと各市町村さんに、移住のワンストップ窓口というのが設置されていることが多いので、ぜひ町の方たちに実際町でどうなんだっていうところを聞いてみて、いただきたいと思います。でさらにですね、まあ、移住のイベント、今オンラインでも、イベントの方数多くありますので、オンラインのイベントにご参加いただいたり、あとはまあ対面で移住フェアなんかも開催が、まあ、コロナの様子を見ながらにはなりますが、ありますので、そういうフェアも、ぜひご利用いただいたらいいんじゃないかなと思います。次お願いします。はい、でですね、大体こう地域市町村が決まってきたら、ぜひ今度ステップ4でその地域を体験してみてください。町には、大抵移住体験住宅ですとか、 あとですね、移住体験ツアーのご用意がある町もありますので、こういったものをご活用いただいて、その町の生活環境、雰囲気、雪の暮らしをですね、ぜひご自身の目で確認していただきたいなというふうに思います。次お願いします。
でですね、続いて、ステップ5、仕事、住まい探しということで、お仕事は、まあ、公的な機関ですと、ハローワークさんとか、あと自治体さん独自の求人サイトをお持ちの町もありますので、そういったものをご活用いただいたり、民間の検索サイトなんかもご活用いただいて、いろいろな方法を組み合わせて、ぜひお仕事を積極的に探していただきたいと思います。次、お願いします。次に住まいというところなんですが、まあ、住まいとしては、借りられるのか、それから購入するのか、まあ、どちらかということになると思うんですけれども、まあ、賃貸を探されるときに、そのサイト、大手のサイトで探していただいたり、まあ、あと地元の不動産会社に行っていただくこと、それからですね、あとプラスして空き家バンク、公営住宅、それから地域の方からの紹介でお家が見つかるなんていうことも、地方あるあるでは、地方ではよくあるあるであることなので、はい、ぜひこういった方法もあるんだということをこう知っておいていただけたらいいかなと思います。はい、次お願いします。はい、最後にですね、最後にというか、まとめというか移住のポイントなんですけれども、1番、様々な角度から情報を行い地域を知ってください。地域には良いところもあればやはり、課題もあります。ぜひご自身の目で、そういったところを確かめて確認していただきたいと思います。まあ、確認するポイントとしては、お買い物は町の方たちどんな距離感の場所にどういう方法、まあお車なのか徒歩なのかとか、どういう方法で行くのかなとか、病院は小児科だったらどこにあるんだろう、内科だったらどこにあるんだろうとか、そういうところですとか、あとまあ今自然災害もいろいろ起きますので、この町はどんな自然災害が起こる可能性があるのかななんていうところもぜひご確認いただいたらいいと思います。で2番目ですね、移住する前に地域に知り合いを作りましょう。やはり知らない土地に移住するっていうのは不安も皆さんとっても大きいと思いますので、移住する前にぜひ町の方たちとこう何らかの形で、コンタクトを取っていただいて、コミュニケーションを取っていただいて、知り合いになっていただいたらいいんじゃないかなと思います。そうしますと移住した時に心強いこう味方というか、お話を聞いてくれる方がいるということになるのかなと思います。3番目なんですけれども、その地域に縁があると感じるかどうか、心が動くかどうか、自分も一緒に地域を作っていきたいと思えるかどうかっていうのも大切なポイントだなというふうに思っています。やっぱりいずれにしてもですね、その町を好きになってくれる方が求められていると思います。はい、やっぱり逆にね、ご自身自分が他のところから来る人がいた時に、やっぱり街あんまり好きじゃないけどっていう感じで来られるよりはぜひね、この街好きになったから移住してきたんだよって言ってくれる方の方が皆さんやっぱ嬉しいと思うので、街を好きになるっていうのは大事なポイントかなというふうに思います。次お願いします。次ですね、移住生活を豊かにする秘訣ということでちょっと書いてみました。はい。まずですね、積極的なタイプの方は自分から街の方とコミュニケーションを取るのが得意なので、やはりそういう方の場合は地元の人も助けやすい、声をかけやすいっていうことがあると思います。北海道の人ですね、本来、声をかけたいおせっかいな人も多いと聞いてまして、はい。まあ助け合う気質ですね。明治時代以降、みんな入植してきた方多いので、フロンティアスピリットがあるというふうに言われているので、困っている人には手をこう差し伸べたくなるっていうのが土産子の気質なのかなと思います。で、一方ですね、消極的な方はなかなかこう自分で入っていくのが難しいということは、受け入れる地元の方もやっぱりちょっと声をかけづらいなっていうところがどうしても出てしまうんじゃないかなと思います。はい。はい、次お願いします。で次のポイントとしてはですね、町の歴史を知るっていうのもちょっと面白いかなというふうに思います。やはり町それぞれのいろんな歴史があって、産業が盛んだった時代もあれば、その産業が廃れてしまっているような町もありますし、外からの人をこう受け入れる土壌がある町と、まあ、ちょっとそういう感じでもないという町もあるので、ぜひその町の成り立ちですとか、産業ですとか、そういうところも知っていただくと、よりこう町のことが理解できて面白いんじゃないかなというふうに思います。で次ですね、これもとっても大切かなと思うんですが、やはり人のせいにしない、町のせいにしないっていうところは、結構実際に移住された方から、このコメントを私は聞くことが多いなというふうに思います。
はい。で、最後にですね、そうですね、どうしても都会に暮らしていると、まあ、なんでしょうね、こう、多くの中の自分はちっちゃい一人だとか、やらされてるような感じがあるとか、流されちゃってるなっていうことがあるのかもしれないんですけれども、地方にはですね、きっとその皆さんが仕事にしろ、私生活にしろ、主役になれる場所、主役になれる街があると思いますので、ぜひそういう街に巡り合っていただきたいなと思います。ありがとうございます。次お願いします。はい、最後になんですけれども、まあ、移住を検討していく中で、いろんなことがあるとは思いますが、気負いすぎずにですね、ぜひ移住のその過程そのものも楽しんでいただきたいなというふうに思います。で、ステップを一つ一つクリアしながら、ご自身で考えて、ご自身で決めてください。いろんなこうネットの情報なんかにでも、こう移住人気ランキングとか、はい、この街はこうだからとか、いろいろそんな情報は溢れていると思うんですけれども、それはあくまでも他の人がそう思うところであって、ご自身にとってどうかというのはまた別の問題ですので、ご自身の目で見て、実際に考えて決めていただきたいなと思います。はい、ここまでざーっと来てしまいましたが、はい、ぜひですね、あの素敵な素敵な北海道なので、この北海道の暮らしを皆さんに体験していただきたいと思います。ぜひ北海道への移住をご検討いただけると幸いです。ありがとうございます。はい、はい、ここまででお願いいたします。今ね、お話しいただいた杉原さんにね、実際にこう、質問してみたいっていう方、中にいませんか？今一通りもうお話しいただいたので、内容は OK ですよっていう方も多いと思うんですけれどもいかがでしょうか。このタイミングでちょっと聞いてみたいということがありましたら、今ですと、チャンスですのでお話聞けますけども、どうでしょうかね。大丈夫そうかな。今のお話で大丈夫そうですかね。はい、ではですね、ちょっとお時間になりましたので、ここで杉原さん、どさんこ交流テラスの相談員さんにもっと相談したいということが出てきた場合っていうのは、杉原さんどうすればよろしいですかね。はい、どさんこと交流テラスのホームページから相談予約を入れていただければと思います。ちょっとホームページ難しいよという方は、携帯の番号が多分出てますね。出てますね、はい、そちらまでお電話いただければ、メール、電話、オンラインで、ご相談の方、まあ、あと普通に対面ですね、ご相談の方させていただきますので、ぜひご活用ください。どさんこ交流テラスのホームページの URL、今皆さんに送信いたしますので、チャットの部分ですね、お時間あるときにご確認ください。で、杉原さん、プレゼンの情報とか、あとどさんこ交流テラスのイベント情報も、先ほどの Facebook グループでシェアしてもよろしいですか。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では杉原さんとはここでお別れとなります。最後に改めて北海道移住の魅力についてのコメントをお願いします。はい、北海道ですね、本当に皆さんもよくよくご存知の通り、とっても広くて市町村数もたくさんあります。気温も雪の量も主要な産業もそれぞれたくさん豊かに色とりどりであります。ぜひですね、この広い北海道の中から宝探しのように皆さんにぴったりの街を探し当てて移住していただけたらいいかなというふうに思います。本日はありがとうございます。一つだけ質問いいですか。ちょっと、はい、チャットに来てたんですけども、はい、関西に出張相談されることはありますかっていう、チャットが届いていたんですが、関西圏ですね。例年はやっているんですけれども、うん、ちょっとコロナでここ数年中止が続いておりまして、そうですね、はい、新年度どうなるかはごめんなさい、ちょっとまだわかりません。まだ未定ということですね、はい、ありがとうございます。ぜひね、皆さん、公式のホームページなどもありますので、チャットの方にもね、URL、貼っておりますので、ご確認いただければなと思います。というわけで、有楽町にあるどさんこ交流テラス相談員の杉原沙織さんでした。杉原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではこの後ですね、つながるカフェ、恒例の抽選会プレゼントコーナーで締めくくっていきましょう。こちらの抽選会なんですが、皆さんなるべく画面をオンにしてほしいんですけども、どなたでも参加 OK です。プレゼントがあります。
で皆さんにこの Zoom の URL リンクをお送りした際ですね、メール内に抽選番号が書いてあったと思うんですね。はい。でお名前の後ろにも書いていただいてますね。何番って書いてますね。はい、ありがとうございます。でスタッフが今ご参加いただいている皆さんの番号をこの抽選ボックスに入れました。はい。でここから引くような形になりますね。はい、いいですか。ではプレゼントなんですが、まず一つ目なんですが、本日ご紹介した知床の漁師さんが作ったこれです。はい、出ました。海鮮乾物鮭とばと鮭の切り身。はい、ね、ビールと一緒にいただきたい。では抽選ボックスから引きますよ。でれれ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 、あ、抜けそう。ドン。はい、ではいきます。知床の漁師さんが作った海鮮乾物が当たったのは15番の方です。はい、おめでとうございます。はい、この後スタッフより住所確認のメールをしますのでよろしくお願いします。さあ続きまして2つ目。はい、2つ目のプレゼントは長沼町といえば有名な金広のジンギスカン。はい、こちらでございます。長沼町のソウルフード金広のジンギスカン、秘伝のタレにつけてあるラム肉の味はもう絶品です。ふるさと納税でも大人気の商品です。それではこちらから引かせていただきますね。続いて出るのは、はい、じゃあこの番号に行きましょう。続いてはででん、21番の方。はい、おめでとうございます。でこの後スタッフよりこちらも住所確認のメールをしますのでよろしくお願いいたします。おめでとうございます。さあプレゼントの話はまだこの後も続きますのでもう少々お待ちくださいね。ここまで7回にわたってお送りしてきました北海道とつながるカフェ、お楽しみいただけたでしょうか。なんか北海道とつながったなと感じる方、ちょっと画面に向かって手を振っていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、時間が押してしまいまして大変申し訳ございません。最後までのご参加ありがとうございます。で今後も皆さんとつながっていきたいと思っていますので、ぜひつながるカフェの SNS フォローしてみてください。北海道とつながるカフェ公式 Facebook と Instagram、 公式 LINE では移住関連イベントのご案内など北海道とつながる情報を随時発信しています。で公式 Facebook は画面左側の QR コードから登録してみてください。また先ほどご案内した Facebook グループはこちらとなります。はい、またご登録いただいたですね、本日のイベントの感想などシェアして、北海道好きの皆さんがつながっていただけると非常に嬉しいです。北海道とつながるカフェ公式 LINE は画面中央の QR コードから登録してみてくださいね。で公式 Instagram は画面右側の QR コードから登録してみてください。こちらの SNS をフォローいただいた方へ抽選で2名様に高須町名産のトマトジュース狼の桃をプレゼント。今こちらに、あ、反対だ、こっち、あ、違う、こっち、はい、こっちに出ました。はい、こちらでございます。はい、2月22日火曜日が締め切りとなっていますので、フォローよろしくお願いします。またフォローしてくださった方はぜひ DM とメッセージでフルネーム教えてください。名前がわからないとね、抽選の対象となりませんのでお忘れのないようお願いします。さあイベント終了後にメールでも SNS の案内をお送りします。北海道移住の総合窓口どさんこ交流テラスは東京の有楽町の東急交通会館内にありますので、お問い合わせの際はこちらまでお願いします。画面右側にホームページの QR 掲載しております。で本日のイベントの様子なんですが、北海道庁公式 YouTube チャンネル移住だべさ北海道チャンネルでもアーカイブに残しております。皆様のお顔映らないように編集しますのでご安心ください。で聞き逃したというところもあればね、ぜひ YouTube ご覧いただければなと思います。お知らせした URL などもコメント欄に掲載いたします。そして番外編のお知らせなんですが、あと2回オンラインのイベントを開催いたします。番外編パート1は2月23日水曜日祝日、あと4日後、僕に代わって、札幌と東京の2拠点で活動されている
川口ゆりさんがナビゲートします。道内の木古内町、道央の岩見沢市、道東の網走市から移住担当者が出演、3都市をめぐるオンラインツアーとして暮らしの様子のほか、移住にまつわる耳寄りな情報などお話が聞けるようです。番外編パート2は3月5日土曜日、北海道とつながる座談会を予定しています。これで今年度は本当に本当に最後ということで、リモートワークや二拠点生活、逆単身赴任などさまざまな暮らしで北海道とつながっている方をゲストに招いて、皆さんとトークセッションできるようなイベントになるようです。楽しみですね。というわけでですね、全7回ですね、北海道とつながるカフェ、司会をさせていただきましたけれども、本当に今ちょっとコロナの状況でね、移動など難しいですが、実際落ち着いて来ていただきますと、北海道の魅力というのは存分に感じられると思いますので、ぜひその先の未来にね、北海道で暮らすという、選択が皆様の中で広がればなと、思っております。というわけでですね、最後にお願いなんですが、チャットにはアンケートの URL をお送りしました。でアンケートに回答いただいた方の中から2名様にアカンといえばという定番のお土産マリモ羊羹が当たります。でこのイベントは皆さんからのアンケートの声に支えられております。で思ったことを書いていただけましたら、スタッフ一同今後の参考にさせていただきますので、ぜひご協力よろしくお願いします。また北海道庁ではふるさと納税返礼品お試しセットが抽選で60名様に当たるキャンペーンを今実施中なんですね。ご応募は3月9日までです。ただいまスタッフが皆さんにキャンペーンのホームページの URL をお送りしましたので、ご確認ください。ということでちょっとプレゼントもね、いろいろと当たるチャンスもありますので、ぜひちょっとチャットの ところから URL、からクリックしてね、ご覧いただければなと思います。さあということで、ちょっとね本当に今日は押してしまいまして、大変申し訳ございません。最後までのお付き合いありがとうございます。この後できればアンケートに答えていただいて、退出いただければなと思います。メールでもお送りしますので、よろしくお願いします。さあということで、北海道とつながるカフェ、今回7回にわたって、司会を担当させていただきましたのは、北海道のラジオ局 FM ロース西部の DJ 勝則でした。また北海道でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さようなら。